マラウィサウルスは、ティタノサウルス類に分類される、流脚類恐竜の属である。白秋前期アプチアンに、アフリカ、特に、マラウィに生息していた。頭骨の化石が発見されている数少ない、ティタノサウルス類である。頭部復元図マラウィサウルスは1993年、ルイス・エル・ジェイコブスらにより命名された属名であるが、タイプシュエムリクスイは、最初、 1928年にシドニー・ホートンによりギガントサウルスの種として記載されたものである。ホートンはギガントサウルスの種ジーロブストゥスと近縁であると考えていた。現在ではマラウィサウルスとジャネンシアはキタノサウルス類であると認識されている。マラウィサウルスは竜脚類の中では比較的小さく体長15メートルほどである。 他のキタノサウルス類のように皮膚の表面を覆う、皮骨があったと考えられるような小骨が見つかっている。尾の真ん中あたりから、椎骨の椎体が伸長している。また椎骨には、横方向の浅いくぼみのような穴がある。似たような、浅いくぼみのような穴はサルタサウルス、アラモサウルス、アエロサウルス、ゴンドアナティタンでも知られている。ベネノサウルスにもくぼみのような穴があるが、 このくぼみは、椎骨に深く入り込み、二室に分割され、脊柱へと伸びている。ありがとうございます。